はい、どうもです。えー、今回ですね。まずは、イーロン・マスクさんですね。あの、ツイッターの買収、々かぬん可能がありましたけども、決まりましたですね。今週末、10月の28日に、買収完了するということが分かりました。これでね、あの、11月の中間選挙、こう、めちゃめちゃええ風になると思うんですよね。やっぱり、まあ、プロパのガンダ、えー、ビヨンデン人はですね、悪いこと要素やってきますので、これに対してめちゃめちゃええ動きかなと、えー、そういうふうに思います。また、その記事をお伝えします。中国ですねねさんとかが、ね、もういらなく なりました。いなくなりました。え、金平ちゃんがこれで出て行けということ言ってましたけども、この詳細が出てきました。もうね、金平ちゃんの食うの出たやったと。めちゃめちゃなことをね、やってたみたいですね。そこの記事お伝えします。最後のロ労とウク関係になるんですけど、まずあのー、浮くのねゼレさんなんですけど、またお金をね背びてきました。テレワーク上手すぎやと。もう演説でね、5兆円以上またみんなちょうだいなと支援してなっていうことを、ね、発表しました。内容お伝えします。労、ね、関 なんですけどアメリカに対して川野君の武器使いますとで,で,で練習とかでも使いますからねということで通知をしましたそれに対してねいろんなことがありましたね。内容をお伝えしたいと思います まずイーロン・マスクさんですね。ツイッターの買収来ましたですね。い,いろいろね、不要曲折ありましたけども、買う、買えへんやんね。ありましたけども、買いますねえ。10月の28日までに、ツイッターの買収、これを完了するということで、ブルームバーグ、報道していました。中間選挙に対して、これ結構大きなことやと思います。記事紹介します。えブルームバーグ通信によりますと、マスクさんは24日、資金調達を交渉中の銀行団とのビデオ会議を開きました。で その計画を明らかにしまして、また、あのー、内容によりますと、予診契約はすでにまとめられており、現在、マスクさんに資金を提供する前の最終段階である文書署名のプロセスに入っているということも分かりましたので、もうお金払う決済する直前ですということなんですよね。で、これより前に、マスクさん買収の意向を撤回した経緯から、現地の裁判所は10月の28日、17時ですね。 夕方の5時までに買収を完了するよう命じていました。だからその会我々も会いますということなんですけど、あの中間選挙の方ではもうビヨンデン陣営が今もね必死になってやってますよね。オールドメディアを使ってトラ、えー、さん陣営がめちゃめちゃ悪いことをやっぱようさんやってきますと。なんたらもうあのなんか票とかいじったりするんちゃいますかとか何とんねにとねと <laughs> 何を言うとんねやんけんですね。もう,もうあんたたちがよさんやってきたことトラさん陣営がやりますよっていうことをもだいだいで。 にこれ報道しだしててますあのが、ね、出てきてなな何リーやねんと、何リー・クリントンやねんでね、そんな人まで出てきてですね、そこ言ってたりもするんで、ペラシも言ったりもするんですけども、それに対してツイッターはやっぱり出てくると思います。 もちろん、トラさん陣営がビヨンデン陣営悪いことするとか、なんかそういう自動車でまたも消されるとかね、バンされるとか、まあそんなことはないとか、逆にビヨンデン陣営はそれを使っていろんなことをやってくると思うんですね。ただ、ここでマスクさんが来たっていうことは、一応その共和党支持だっていうこともね、え、表明されてでもしますんで、もしなんかそういうあっち側がなんか悪いことやろうとしたらですね、多分なんかやってくれるんじゃないですかね。うん、なんかこいつ、なんかプロパガンナ使うてなんかやっとんで、ということでね、あの、バン、 逆に逆版するとか、逆、逆版するのかがうかわかりませんけども、まあ中立な立場でですね、いろいろやってくれるんじゃないかなっていう期待もちょっと出てきましたので、え、今またこのね、マスクさんのこの買収の完了、早くしてほしいなと思います。 次は中国ですね。中国の金平ちゃんとは、あの、古近藤さんとかね、李国強さんとか、まあな、あの、トップがね、なくなりましたけども、もうなかなかこんなことありえないですかね。異例中の異例、えー、古近おらへん、な何金藤になんねんでね、なりますけども、えー、その、あ退場させられました。腕を掴まれて、強制的にはこれ退場ですよね。普通じゃ考えられません。中国のあの、トップ中のトップをですね、腕掴んで連れ出すっていう、なかなかありえへんことが がが出出ててききままししたたけどもそこの詳細が出てきましたやっぱり、金平ちゃんの指示だったりとか、で、その、退場させられてる内容までもね、ちょっと出てきました。記事紹介します。大会の秘書長の王さんと副秘書長の陳さんの二人の工作だったということは、これわかりました。で、金平ちゃんの側近がトップを務めます。上海、天津、重慶、三つの直轄地の代表が、李国強あと王さんですかね、とかの名簿か、 んか空の出たがある云々かんのお互いにね何かありましたけどもだったら金平ちゃんなんかもう何週間か出てけえへんやなどないしてんとかねそんなこともありましたけどもやっぱり裏の方では色い々ろいろあったんでしょうね,ね秘書長の王さんと副秘書長の陳さんが名簿を出しましたが前日の名簿の草案には2人の名前があったのに当日その当日当日になって名簿から名前 が消されとったと、ったもういろんな工作がねあったんでしょうね。 でその二人なんですけど名簿に名前がないことをその場で知りましたあの明日のあれには名簿消しとくからなとかではなくて当日にあれよ見たらこれなんか名前ないやないか言ってもうなんか名悪なったかなみたいなそんな感じだったらしいんですよその場で知りました古今東も初めて自分の配下の李克強あと王さんですか名前がないことを知りました李克強王さんを諦めて沈黙していましたが唯一古今東の名簿採択の際 に抵抗しましまた抵抗はあったみたいてですね、えー「なんでやねん」と「なんでやねん案件やないか」ということを言ったみたいですねで異議を申し立てましたがマイクもオフにされて発言は封じ込められました <laughs> さすがさすが中国さんやることがいかつい。 で、外国の記者が入るタイミングで、不服のあるコキ東をスタッフに命じて、有無を言わせず強制退去させました。で、その中ではですね、決定的な場面があったみたいでして、えー、コ東さんが駐座した時に、金平ちゃんとの確執、奥寸がかなり飛び交っている中、離席直前の壇上の様子が出てきまして、幹部名簿と見られる書類を確かめようとしたコキ東さんが、金平ちゃんら側近らに阻止されてる様子もあったみたい ですねだから、あれ、おかしいじゃないかっていう、なんか、確かめようかの時に確かめもできへんと。もう、そんな感じのようですね。で、それもかなり極めて異例なんですけど、金平ちゃんが直接、なんか指示出す様子もですね、これ、抑えられてまして、やっぱりね、中国はね、もう分裂しましたですね。これはね、今後、世界にどうなっていくのか、まあ、いいふうに動くか動かんかっ,て言ったら動かないんでしょうね。なんか、やってくるんじゃないかと。またこの続報は お伝えしたいと思います。 次はウクですね。ウクのゼレさん。久しぶりですね。えー、ゼレさんがね、またいろんなことを言ってました。えー、今、あのー、ゼレさん、テレワークしてます。常に、あの、画面越しでしか見れないんですけども、えー、各国に5.6兆円の財政支援を要請しました。お金ちょうだいと。まあ、テレワークのキングかっちゅう話です。めちゃめちゃ稼ぎよる。という記事紹介します、えー。ゼレさんが25日、同国では、老の振興に起こり、えー、経済損失により、えー、来年の財政赤 が億ドル、えー、言ったらもう5兆円以上ですね、えー、それに上る見通しだとし、不足分を埋め合わせるための支援を国際社会に訴えました。えー、ドイツのベルリンで開かれた、ウクの復興に関する国際会議に、ビデオ会議で参加したゼレさんは、この会議では、ウクの来年の財政赤字を埋め合わせるための支援について決める必要があると指摘しました。俺ら今金足りひんから、今すぐこの場で穴埋めせと。 ということをね指摘しましたですね。すごいですね。本当にまあ、あのー、上手ですね。 まあもうこれ以上言いませんけど、まあそういうことがありました。ローは関係ですね。牢がカーノクの武器使いますと、えー、いうことを言いました。しかもアメリカに通知をしました。えー、カーノクの武器あの演習でやりからちょっと頼むなー言うて、ほなねー言うて、そんな感じのね、えー、通知を出したみたいでして、これはアメリカの側が発表していました。えー、ペンタのゴンがこれ公表しまして、えー、ペンタのゴンのライダー報道官が25日記者会見を行いまして、ローからカーノクの武器のあの関する演習の実施、 それについて通知を受けたことを明らかにしましたあいつらわざわざあの監ノのあれ使うからだってね言うてきよったんやわーてへぺろー言ってねそんな感じのことを言いましたですねでローが例年秋頃に実施している演習だと説明をしてましてだから毎年一応やる内容らしいんですねで毎回毎回それちゃんとあのあいつら報告してきようねんとそれはそれでちゃんとあの偉いんやけどもでもなんか監ノの武器使ったらあかんから、えー、ビ美容年がですねホワイトハウスの記者会が これ語ってるんですけども、極めて深刻な過ち、これを犯すことになるだろうと、えー、断じましたですね。じゃあ、なんでかっていうと、牢がですね、ウグに対して、汚い爆の弾、えー、これを使用するやろうっていうことを表明してるんですね。言ってる場所が国連安保理で、牢側が,が言ってます。じゃあ、汚い爆弾って何ですかと、なんかすごいドロドロ弾かなと、土とかいっぱいついても、もう草ぼぼやないかとか、そんな爆弾ではなくてですね、えー、結構偉いものを 使うだろうというふうに言われています ーが25日、国連安保理の非公開の会合で、ウクが放射の性能ですね。えー、なんかその放射のやつです。あれ、あれの物質を撒き散らすことを目的とした汚い爆の弾の使用の準備してるだろうということに暴露しちゃうんですね。だから、側が、お前らじゃなんかその、なんか5兆円くれやとか、なんかテレワークの金が言われてるけども、もうそんなことじゃなくても汚い爆弾使うとしてるないかっていうこと国連安保理の場所でですね、えー、言っちゃうっていう。 えそういうことがありましたローノ・ポリアンスキーさん、えー、国連次席大使が記者団に対して 人気式を促すことができたため満足していますとし、現実に使用されなかったとしても、全世界を脅かすひどい災いになるため、牢が過剰な警告を行ったと言われても問題ありませんと。だ使わんかったら使わんかったら全然ええねんと。別に使われへんことが一番安全やから、ただ、何かあった時のために、私たちは過剰かも、今は過剰かもせえへんけども、そういった警告をしてますと、いうことをね、言っちゃうんですね。だから、実際どうなんですかね。ウクさんこのの汚い爆弾草ぼうぼうの やつ、えー、使うなんか,か分かりませんけどもしかしたらそういう懸念もねあるっていう記事が出てきましたので、えー、お伝えさせてもらいました。本日は以上になります。またまあ予想ねよろしくお願いします。じゃあねます。